こんにちは、赤です。いやー、MacBook Pro いいですねー。まあ、巷では結構すごいスペックだよって言って、レビューいっぱい出てるかと思うんですけど、もうあわや、あの自作 PC がですね、まあ、インテリアになってしまうんじゃないかという懸念点もちょっとはありましたけど、まあ、そんなことはなく、自作 PC の方がやっぱり快適には動いてます。ただ私にとってこの新しい MacBook Pro っていうのはサブ PC としては本当にちょうどいいんですよ。やっぱり持ち運びできるっていうことで、まあほぼ毎日今持って歩いて出てるような状況なんですけど、まあ当然写真とか文章とか扱うときは何のストレスもないですし、動画編集だって結構サクサクできちゃうんですよね。まあ、今までの13インチとほぼ同じ大きさ重さで画面が広いっていうのもいいところですね。それでいてバッテリーの持ちもいいというのがすごく気に入ってます。で、実際に今後ろの自作 PC とこの M1 Pro の MacBook Pro がどのぐらい性能差があるのかっていうのはちょっと検証中ではあるところなんですけど、今日はこの MacBook Pro を触っていて、まあ一番気になる部分というか一番多く触る部分、キーボードに注目していきたいと思います。今回購入したこの MacBook Pro なんですけど、こちらですね、英語配列のキーボードにカスタマイズしてるんですよ。対してこちらの2014年の MacBook Pro、 こちらは日本語配列なんですよね。まあ、私も当然以前は日本語配列っていうのをしばらく使ってたんですよね。で、ここ数年英語配列の方に切り替えて、そっちの方が快適だなというふうには思ってはいたんですけど、まあ、MacBook Pro は、まあ、7年ぶりの買い替えということで、まあ、日本語配列しばらく使ってました。まあ、わざわざ Apple Store でカスタマイズする必要があるのかっていうところ、まあ、こういったところを今日は皆さんにお伝えしようと思うんですよ。まあ、当然好き嫌いが分かれることですし、リスクを負ってまでカスタマイズして入手するっていうのは難しい方もいるかと思います。ちょっと試そうにもサンプルを置いてるところも少ないですしね。なので今日はちょっと英語配列気になってるんだよねっていう方にも見てもらいたいですし、まあ全く考えてこなかったっていう人に対しても、まあどのような形で英語配列を選ぶ人っていうのがいるのかというところを分かってもらいたいなと。見た目だけで選んでると思われがちな英語キーボード、まあ今日はその良さを語っていきたいと思います。では行ってみましょう。それでは配列を具体的にどう違うのか見ていきましょう。結構複雑に違うんですよ。まず新しい MacBook になったことでタッチバーなくなりました。こっちの方はタッチバーできる以前のものなので、基本的にファンクションキーというところで配置は一緒です。形だけ、大きさだけはちょっと違いますかね。で、2番目移って、まず一番最初目を引くのがこの1のキー、この隣にチルダがあるっていうところですね。で、Windows だと半角全角キーがあるところです。なので Mac のこの日本語配列の方がちょっと特殊な横長の1のキーがあるんですよね。で、基本的には数字とアルファベットの並びって一緒なんですけど、記号の位置が結構違います。まあ、アットマークがここからここに飛んでいたりとか、鍵括弧の位置が縦になってるか横になってるかの違いだったりとか、コロン、セミコロンのキーが分かれているか一緒になっているかだったり、あとすごく間違いやすいのが括弧の位置ですね。日本語配列だと括弧は8と9なんですけど、英語配列は9と0で1個横にずれてます。まあ、このあたりちょっと間違いやすいので、ブラインドタッチするっていうよりはいろんな環境行くんであれば記号は見ながら打つっていう風になっていきがちですね。次ですね、まあ、ここがおそらく英語配列が最も好まれるポイントだと思うんですけど、このリターンキーの大きさと形全然違いますよね。まあ、日本語キーってこのリターンキーすごく大きくて、まあ、どこからでも目立ちやすく落ちやすいっていうような形で捉えられてると思うんですけど、英語のリターンキー、まあ、横長のキーですよね。これがですね、絶妙なのがこのホームポジションに置いた時なんですよ。ここから小指をこのままちょっと伸ばすだけで指が届くんですね。それが日本語だとちょっと遠くて無理なんですよ。これが文章打ちで結構効いてくるポイントなんですよね。で、同じようにデリートもちょっと横に長いです。
まあ、この1が長い分がデリートが長いっていうこの逆の現象になってるんですよね。だこれもホームポジションから結構近くにありますよね。だここからだとデリート非常に遠いです。このホームポジションから指が動くのが最低限になるっていうところが英語キーボードの最大限の良さだと私は思ってるんですよ。そして最後、これが Mac 日本語配列の最大の謎とも言える場所なんですけど、この左から下にかけての就職キーの位置っていうのが全然違うんですよ。まあ、スペースの左右にかなと英数があるとかないとか、まあ、このあたりはまだ理解できるんですよね。で、その横、コマンドあって、オプションあって、コントロール、ファンクション。で、こっち、コマンドあって、オプションあって、キャプスロックなんですよ。キャプスロックなんでここにいるのってずっと思ってました。で、コントロールがここなんですよね。まあ、ちなみになんですけど、Windows をずっと使われている方っていうのは馴染みないかと思うんですが、Mac の場合のショートカットキーって、コピーとか貼り付けっていうシステム的なショートカットキーはコマンドを使うんですけど、文章入力の時のショートカットキーっていうのがコントロールを使う場面が多いんですよ。なのでおそらくなんですけど、Mac の日本語配列っていうのは文章打ちをする時に、この右手の小指でコントロールを押しながらいろんな操作をしやすいようにっていうカスタマイズがされてるんだと思うんですよね。まあ、対して英語配列っていうのはキャップスロックが小指のところにあってコントロールが下にあるということで、これは Windows のキー配列に非常によく似ています。まあ、そのあたり伝統的な Mac の優しさなのかなともちょっと思いつつも、まあ、微妙に Windows と Mac で行ったり来たりすると使いづらいなというポイントだったりもしてたところなんですよね。あと、オプションキーっていうのは Alt キーの役割なので、まあ、Windows の Alt キーに相当するものだと思ってください。では、並びの違いが分かったところで、まあ、どっちがいいのかという話なんですけど、まあ、好みだったり、向き不向きっていうところがあった上でお話ししたいんですけど、まず、英語配列が向いている人。それはですね、Windows と行ったり来たりすることが多い人だと思ってます。まあ、意外に思われるかもしれないんですけど、この英語配列、まあ、じっくり見ていきましょう。ここに Windows 用の英語配列のキーボードを用意しました。まあ、これと見比べていった時にですね、このあたり、チルダが1の横にあって、タブ、キャップスロック、シフト、まあ、ファンクションはちょっとないですけど、ここに、コントロールがあって、で、Windows と Alt、これが逆になっているっていうことで、結構 Windows の英語配列のキーボードと似てると思いませんか？まあ、似てるというかほぼ一緒ですよね。まあ、こっちでも Enter と Delete が横長だったりとか、まあ、キャップスロックキーが小指で押せたりとかっていう、まあ、特徴を踏襲してるので、まあ、違和感なく行ったり来たりすることができるんですよ。で、これと同じことを日本語キーボード同士で比べるとどうなのか。これ Windows 用の日本語キーボードです。で、ここ1の横に半角全角キー。これがないですよね。で、タブがあって、キャップスロックとコントロールの位置が逆。で、まあ Windows、Alt っていうのも逆。すごいなんかこんがらがりそうな気しませんか？職場で Windows 使って自宅では Mac なんて方も非常に多くいらっしゃるかと思うんですけど、ちょっと使いにくいというか、今使っているものがどっちなのかっていうのを常に意識しないといけないっていうような気にさせられてしまいます。まあ、特に外付けキーボードなんか使うときに互換性がなくなってしまうっていうのが結構しんどいところなんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ逆に英語配列が向いてない、日本語配列の方がいいよっていう方、まあ、それはですね、日本語配列のやっぱり最大の利点っていうのは文字入力のこのカナキーと英数キーがあるところだと思うんですよね。で、Windows ってなんか半角全角キーでトグルスイッチで切り替えてるイメージありませんか？で、Mac の場合だとその半角全角キーがないので、カナキーを押してから日本語入力、英数キーを押してから英語入力っていうのをやっている方多いと思うんですよ。
で最近 Windows でも日本語のキーボードでそれができるようになってきました。なのでそれをですねしっかりと設定してあげるということで、日本語入力するときは必ずかなとかこの変換キーを押してから日本語入力をするっていう癖がついている方、そういった方はこの Mac の日本語の方を選んだ方が断然幸せになれるとは思います。まあ、Windows の設定をしっかりした上で、そんなに行ったり来たりしないよと。で、同じキーボード使い回したりすることもあんまりないよっていう方は、まあ、日本語配列っていう方がいいのではないでしょうか。ところで、こんなイメージないですか？で、英語のキーボードだと、まあ、日本語切り替えのキーがないので、こう、キーの同時押しが必要になると。まあ、デフォルトで日本語切り替えっていうのはコントロールスペースなんですね。まあ、それを煩わしいと考える方多いと思うんですけど、結構このあたりも実は今解消されていてですね、でここの FN キー、地球儀が書いてあるマーク、iPhone 普段使ってる方ピンときませんか？このボタン1個で日本語と英語切り替えることができます。標準の日本語入力ソースではキャップスロックキーを1回押すと日本語と英語を切り替えるっていう設定を作ることができるんですよ。まあ、そうなるとですね、ホームポジションいながら小指だけで日本語と英語を切り替えることができるんで、がぜん便利です。まあ、このキャップスロックキーの方は Google 日本語入力とか外部の入力ソースで使えなくなってしまうんで、まあ、地球儀マークでやるか、結局コントロールスペースに戻ったりとかっていうのもまああったりはしますけど、いろいろと日本語入力と英語入力の切り替えっていうのがやり方選べるっていうのは覚えておいて損はないと思いますよ。いかがでしたでしょうか。まあ、今日の動画ですね、 MacBook Pro の英語配列と日本語配列の違いと向き不向きをお話ししましたけど、まあ、皆さんにとっても自分自身にとって合う合わないのイメージがついたら嬉しいなと。まあ、一般的に目にするのは日本語配列ですし、まあ、学校とか職場でも日本語配列っていうのが圧倒的だとは思うんですよね。まあ、その上で英語配列を選ぶっていうのは、まあ、多少リスクがあったりとか、まあ、デメリットが多いのかなっていうふうに、まあ、二の足を踏んでいるっていう方も多いと思うんですよ。ただ一方で英語配列にするとなかなか日本語配列に戻れなくなってしまうと、まあ、それだけ快適だよっていう人も一定数いるっていうことですよね。まあ、そういう話を聞いてるうちにだんだん英語配列も興味出てきたよっていう人、まあ、そんな方に今日は見ていただければ非常に嬉しいなというところでした。この動画がそういった MacBook Pro を買う時の選択の一助になれば私も嬉しいです。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。